出席首脳の集合写真出席首脳の署名第34回主要国首脳会議は2008年7月7日から7月9日まで日本の北海道アブタ郡東屋湖町のダウィンザーホテル東屋リゾートスパを会場にして行われた主要国首脳会議通称は北海道東屋湖サミット本項目では東サミットの誘致合戦を行っていた日本国内 各都市のうち一部で開催された閣僚会合についても記述する。憲法の規定により、翌2009年1月20日で人気満了を迎え、退任が決まっていたアメリカのジョージ・ W ・ブッシュ大統領にとっては最後のサミットとなった。2005年における北海道庁の市村では、警備費だけで約30億、全体では約70から80億円となった。 開催当時の費用負担である。出席首脳の一覧北海道のほかに開催地誘致の意思を表明していた府県市は下記の通り、首脳会合開催場所が決定した後、誘致表明都市を含む国内各都市において関連する閣僚会合等をそれぞれ開催することとなった。すべて2008年開催。このほか気候変動、 クリーンエネルギー及び持続可能な開発に関する閣僚級対話が千葉県千葉市でサミットに先立って開催されるアフリカ開発会議が横浜市でそれぞれ開催された。一方、岡山県、香川県の両県においても閣僚会合が開催できるか検討したものの開催されなかった。警察庁長官が東夜子視察サミット控え、ホテルなど ザウィンザーホテル等や新潟市のサミット誘致読売オンライン2010年9月29日閲覧ありがとうございます。